公営ギャンブル予想や探偵、インフルエンサーなど、様々な顔があるジェットリーさん。ある日、自身のバイクが盗まれたことから、ツイッターで情報を拡散するも、フォロワーや仲間も協力し、犯人を特定。その後、ジェットリーさん自ら容疑者の自宅に乗り込んだのだ。それでは、事の経緯を見ていこう。アウトロー系ツイッターラージェットリー氏のバイクが盗難に遭う。バイク代を優に超える懸賞金300万円をかけツイッター大捜査団結成。ヤフオクで部品発見。バイクがオリジナルカスタム仕様だったため特定。ヤフオク出品者、ビビリ散らかしながら削除するも時すでに遅し、ハイパーお仕置きタイムへ。東京都墨田区って単車が盗まれた。犯人の身柄の懸賞金300万円、犯人確保につながる情報200万円、車体の未発見で50万円を謝礼、インターナルアフェア級に貸してたら17時から23時の間に盗まれたとのこと。目印はタンクの新宿疎開ロゴ。これが、ジェットリーさんの愛車、通称、バグ。盗難の被害に遭ったことは、朝のニュース番組でも取り上げられた。防犯カメラのチェックにより、犯人が特定され始めるも、カメラの画質が荒く、捜査は難航。しかし、無残にも解体されたバグのパーツが、ヤフオクに出品されたのを、ジェットリーは見逃さなかった。てめえがノーマルだと思って出品したシート、残念ながら幅までこだわったワンオフシートなんだよな。エンジンの傷箇所も全てエッチ。バカだからヘッドライトに顔面映り込み。盗んだ原付自宅に運んで住所バレ。見てるか？やさとんでも無限張り込みバイトいるから無駄だぞ。まだこんなことやっとんのか？またドアに張り紙して帰るやつ？これマジなんか？やらせ？くさ、こういうの YouTube の企画としてやったら伸びそうやな。まず顔出しせんとな。こいつはもう一周回っておもろいわ。名前の脳王が笑える。信者、ジェットリーさんがとつるとか、ぬよりもやばいよ。ヌンチャク、コン、メーター、チラ。それほんとがっかりだったわ。笑ったけど。ジェットリーさんは、以前、煉獄コロアキさんと揉め事があり、自宅を特定して突している。動画に上げられているのだが、その時は、ジェットリーは木刀で頭蓋骨を殴ると犯行予告を出していた。そうして、煉獄さんの自宅に突するも、実際には NHK のシールを確認し、メーターをチェック。持参したヌンチャクでドアをツンツンして張り紙を貼って帰っていったのだ。鬼滅のコスプレ事件でダサいのバレてみてない。この人なんなんだ？ボランティア活動家ギャンブルのイメージしかない。青汁王子にジェットリーは複数人いるってバラされてたな。ラップ歌わせて終わりやろ。なんやかんやで優しいよな。犯人の家行ってんのか？犯人の部屋と同じ階で待ってる。競馬だけやってろや。盗難犯ってなんかバイク盗まれた人みたい。盗難犯って君義務教育受けてないやろ。Y の予想ジェットリーなんてやつ本当はいなくて数人で架空の人物を作り上げてる予想なんやがどうや。どうでもいいやろそんなの。そこまで魅力的な人物でもなんでもないのに。複数人いるのは青汁王子にバラされてるぞ。なんやかんや許しそうやな。今回の相手は何柱なの？なぜか煉獄さんの看病し始めたのは面白かった。また存在しない編集に呼ばれてしぶしぶ帰ることになるのでは？面白いじゃん、こういうの好き。捕まるようなことしないし説教で終わりや。それなら押しかける意味あんまりないよな。ワイはちびるけど。他人バイク窃盗して分解した挙句ヤフオクで売りさばいたのに法に引っかからんのか？フィクション臭いけど面白ければセーフ。なおすでに家の中に入れてもらった模様。うちの人にお願いして入れてもらったとか礼儀正しくて偉いやん。話し合い中ってこと？ヤフオクにベランダ映ってたからかな。これなんで犯人の味とわかったん？スレミンの言うように、ヤフオクにバイクのパーツを出品した犯人が映り込んでおり、特定されている。盗まれた現場からは結構近かったそうだ。全部仕込みだったらすごい。固唾を飲んで見守っとるで。コロアキどうなったんや。一時期ジェットリー界隈の射程させられてたけど今は迷惑系配信者と一緒に細々と迷惑行動してる。統一教会でも出脱いで罰金30万円。3週間留置所にいた。今は兜コスプレをしながら配信。逮捕されたの解放されてたんか。 FX で依頼マイナス出したらしいけど関係なく生きてるんやな強い。あれ前科ついたんか。しかも30万は重いな。ヤジウマめっちゃいるけどお前らもこん中にいたりするん？犯人へ早く帰宅してください。めっちゃ集合かけててくさ。この動画については後ほどまとめて紹介しよう。ジェットリーのファンや仲間たちが犯人の家の前に集まってしまったようだ。こいつにくっついて反射ごっこやってる連中が一番痛い。つかどうでもいいけどジェットリーのフォロワー数めっちゃ減ったり増えたりしてない？リロードすると数が増えたり減ったりするんだが。出てこいとか言ってるけど普通の人間はまだ働いてる時間やろ。普通の人間はバイク取ってバラして売ったりはしない。
ヤフオクの出品取り下げてたから見てる。逃げずに出ていく気があるなら早退でも何でもするだろ。でどうなったの？バラして出品って素人でもできるもんなの？通報不可避で草。被害者なのになんで加害者になりたがるんやろな。犯人刑にしたら捕まるのはジェットさんの方じゃないの。バカだなぁ。リノ兄貴の覇気で犯人が自分から入れずに入れたくなるんだよ。死刑でもなんでもない。自分で入れたくて自分で入れるだけ。それも場合によっちゃ捕まる。不起訴とかどうかは別として捕まる。ヌンチャクツンツンは本当に面白かったからあんな動画あるといいな。てかこれ盗まれたのジェットやからネタにされてるけど盗難犯普通にクズやん。死刑は別に警察はちゃんと動いてるの？ほんとこれ正直潰されてほしい。ネタとしてやっとるやろ。めちゃくちゃギャラリーいるじゃん。これジェットの取り巻き？マジで事件になるのか？連れてきた取り巻きに決まってるやん。示し合わせたようにやからみたいなヤジ馬ばっかり集まらんやろ。もう犯人はこの団地には住めないだろうな。家族にもクソほど迷惑かけまくってる。9割ぐらい罰は終わってる。こいつ嫌いやけど内容読んだら普通に犯人ざまでおもろそうやったわ。警察立ち会いで行けばいいのになぜ一人で解決しようとするのか。YouTuber のぼったくりバーと同じ内容を形を変えてやるの流行ってるよな。日本人ってほんま水戸黄門好きなんやなって。おもろいならええんちゃう。犯人もビビるやろ。ガチ犯罪者をいじめてるなら楽しめばええやろ。確かに。もし俺が犯人なら目の前で部品とか燃やしながら出てくるかな。窃盗犯ならええやろ。マイク窃盗犯は徹底的に締めろ。大々的に話題にしてる時点で暴力解決はないけど、逃げれば逃げるほど個人情報出しまくって社会的に終わらせようとしてる。犯人はそれ分かった上で逃げてそう。仲良くて草。家上がり込んでるなら親と話し合ってるってことだから逃げられないな。犯人オツ。ジェットタケはアングラ界の頂点なんか？怖え。うわぁ怖。続いてのスレでは、ジェットリーのバイクを盗んだ犯人が住んでいると思われるマンションでの出来事について、数十名のジェットリーの仲間たちが集まっている。このスレは、当時ジェットリーのツイートとリアルタイムで進行していったものだ。犯人終わったな。ワイが犯人だったらこんなん帰らないわ。A マンションに住んでるのになんで盗みなんかやったんや。盗みやってるから A マンションに住めるんちゃうか。ほう、何時移民、団地が良いマンションに見えてしまう。このマンションの住人は無関係でも怖いだろうな。ジェットリーの友達、ガーシー、滝沢ガレソ。ガーシーお疲れ様。ジェットリーです。LINE とアパレルまあまあ売れてて、その収益は分割してみんなに返してるよ。この秋は？いや住人は同じマンションに窃盗犯いる方が怖いやろ。煉獄さんって何したんやっけこいつと。猫カフェにちょっかい出したんやなかったかな。もう忘れちまったな。でも煉獄さんは負けてない。むしろ勝ちってのだけは覚えてる。何があったか覚えてないけどコロアキのせいでツイッターバン食らったらしい。半マスクでもやると告知したツイートに共済ジェットリーと書いたらジェットリーが絡んできた。それで頭勝ち割りに行くよと書いたら犯罪予告だとかで赤バン。龍が如く感がある。バイク泥棒やってるやつって本当にクズしかいないからな。おまわりは何にもしないし結局こういう風にするしかない。近年、若者同士の金銭トラブルや男女関係をはじめ、SNS や動画配信を使った、制裁が流行りつつある。警察では対処できないことまで踏み込んでいけることもあり、視聴者やフォロワーにとってはエンターテイメントとなっているのだ。実際に警察に犯人が捕まることもあり、リサーチや突に貢献した人は、ヒーローのような気分になれるが、踏み込みすぎれば、犯罪に巻き込まれたり加害者になったりする可能性もある。危ないことに足を突っ込まないように十分気をつけよう。コロナ煉獄看病してたのは好き。顔反射してるし犯人間抜けすぎて笑う。よく知らんけどこんなことしてたら逆に通報されるやろ。通報されても相手は窃盗犯なんやから咎められんやろ。犯人はどっちにしても積んでる。素直に警察に相談したらいいのでは。犯人はもうバイク分解してヤフオクとかで売っちゃったからな。ケミカルカルテルに比べると平和やと思う。ここからは、ジェットリーが犯人の住む家までの道のりが、メリーさんシステムでツイートされていった。メリーさんシステムバカバカしくて好き。犯人、絶対連絡してきた方がいいぞ。お前次第ではおまわりさんにも言わないでやるから。自分から連絡してくるのと来ないので対応かなり変わるから。犯人へ。その後の情報提供でお前の兄弟やバラシアの廃屋のことも分かった。親も分かった。盗難車の保管場所も分かった。本当に先に連絡しなくていいのか？もう着くぞ。犯人へ。今あなたの階に来ました。私メリー。今、〇〇にいるの。と場所を移動するごとに電話をかけてきて。私メリー。今、あなたのお家の前にいるの。という、都市伝説と同じシステムである。未だにコロアキとちゃんと絡んでるの好き。仲良くて草。
やだ、Z 黒尊い。盗み癖ある奴は痛い目見ない限り再犯するもんな。そういうこと、バレなきゃやるし、捕まっても罰が甘いす。だからこうなるのが良い。ちな不法侵入済み。マイクわからんのやけどレア物なんか？バブ？昔は安かったけど今は100万超えが当たり前。レストアしてたら200近くなる車両数よ。3月、そりゃ切れるわ。スカイツリー見えるとかロケーションええやん。絶対自演やろこんなん。映り込みとかするわけがねえ。ジェットリーってバンクシーみたいなもんで特定の一個人じゃなさそうだよな。ジェットリーは最大38人いると噂があるが、あくまでも噂。一人なのか複数人いるのかは不明である。ミューラルリルリに正論を言ってしまう。大々的に宣伝しながらとつる時点で暴力解決なんてしない。出てこなければ個人情報出して社会的に犯人が終わるだけ。最新動画上げて6分で 7.3 万回再生されててくさ、どんだけみんな見てんだよ。スレ見とったら盗難って結構緩いんか。ワイも昔ロードバイク盗まれたけど帰ってこやんかったし、コスパのええバイトなんかね。ほとんど見つからんし犯人も捕まらん。じゃあそこらの人もバイト感覚でやったりするんかな。ワイは怖くてようやらんけど、自転車の方も数十万、数百万するのを盗むやついますからね。しかも警察は捜査しない。泣き寝入りがほとんど。盗難の被害に遭い、被害届を出しても受理されないことは多いとよく聞く。受理されない理由は主に5つあり、民事事件に当たる場合や、被害が小さいこと、盗難発生から時間が経過している、証拠が不十分で犯人の特定が難しいこと、警察が忙しいなどの場合は受理されにくいと言われている。受理されるには被害の経緯をしっかり説明すること、客観的な証拠を集めること、警察に何をしてほしいのかを明確にすること。なぜかツイッターで人気のある方々、滝沢ガレソ、ジェットリー、坊主、あと他におるか。ガレソは炎上案件すぐ教えてくれるから純粋に情報源として使ってるわ。他は知らん。トラックめいめいやろ。彗星のごとく現れてもう大量の固定ファンがおるわ。どこで人気に火がついたんや。ワイも名前を知った時にはすでに大人気やったわ。家欲しい立場からすると立地の良い公営住宅って釈然としないな。これもし刑にしたらショック聞かれるよな。最近一周して好きになったわ。面白い。こんなんをありがたがったり本気で信じてるのは潜在的に攻撃的なやつが多いんやろ。ブレイキングダウンとかすげえ視聴者だからな。日本人は暴力系が好きなんよ潜在的に。たけし映画的な。牛島くんかな。そもそも犯人はこの人のツイッター見てるのかな。ヤフオクに出品してたバイクパーツすべて出品取り下げてるから間違いなくツイッターは見てる。犯人見つけたら300万、みんなに興味を持たせる。バイク見つけたら50万。現実味がある数字だが実際はバラバラにして小売りするので見つからない。盗まれツイートしてから少し時間を空けヤフオクで捌き出す。ファンが買ってジェットリーにオンを売ろうとするが、そういう商法ってこと。今室内に入れてるのは知り合いのところだから。昔のネット民はこういうのネタにしてたのに、いつの間にか崇拝するようになったな。おっちゃんの方ですか。こういうキッズたちからはダークヒーローみたいでかっこよく見えてるんやろな。今年一番ワクワクする。バイクを盗んだ犯人をリアルタイムで捕まえに行くジェットリーさん。アンチオツ、ジェットリーに憧れてるのはおっさんもだから。この人やたらフォロワー多いけど何の人なんや。ただの半グレや。坂アンリのケミカルとか令和の虎の賭博とか暴露して注目された。これ見てかっけーとか言ってるのやばいでしょ。経歴詐称が話題だけど、実は俺もゴールドマンサックスという会社で働いていた。だから一流外資で働いていた系の嘘はすぐわかるんだ。当時の仲間は皆退職して不動産やホスト、ギャンブル商材屋になっている。秋になるとゴールドマンサックス時代が懐かしいぜ。イライラすると通販で武器をたくさん買ってしまう癖を直したい。起きたらどうでもよくなってることの方が多いのに、どうしてバグナグなんか買ったんだろう。こういうネタじゃないん。滝沢がレソッテ5ちゃんの炎上案件をひたすら転載してただけなのに、ツイッターでは情報や扱いで今ではガチの垂れ込みとかも来るようになったのすごいよな。ツイッタードリームって感じするわ。名前が中国っぽいが、この人たちは日本人なん。ジェットリーから名前取ってるだけだよ。警察来とるみたいやな。乗ってるやつもそれなりの連中が多いであろう。車種を狙って盗むとかリスクとねえな。結局ジェットリーさんは犯人を咎めることはなかった。犯人を特定していくと、犯人が子供の椅子を装着した自転車に乗って現場を見に来ているのが防犯カメラの映像からわかり、小さい子供か年の離れた兄弟がいるのかもと悟った。その後のツイートでは、なんとジェットリーさんは未成年の頃にバイクを盗んだ経験があり、昔盗んだから盗まれたんだと証言したのだ。余罪を償ったら泥棒やめて真面目に働け、あの子を大事にしろというツイートを残し。
この事件は終了したのだ。その後、ヤフオクで、バブのパーツを購入した人が、ジェットリーに返すと申し出たものの、ジェットリーは断り、別のバイクがあるから大丈夫だと言葉を残している。続いては、高級車を盗まれた女性による、ツイートが拡散された件。車を盗む犯人らの手口や盗まれないよう防御する方法などもわかるので、見ていこう。スープラ発見していただいた方20万円お渡しいたします。よろしくお願いします。車に興味ない友人が画像作ってくれました。たくさんの方がスープラのために連日動いてくださったことに本当に感謝しております。本当に本当にありがとうございます。正直見つかる望みは少ないですが、最後まで頑張りたいと思います。スープラやん。スープラは無理やろ。昨日の話やん、今頃海外やら。マジ？そんな早く行くのか。2、3日関係ない駐車場に放置してここセコムとかついてないか確認するって聞いたけど。もう日本になさそう。横浜で盗まれたなら罪やろ、もう海渡ってそう。ナンバー外されてバラバラなってるんやない？エンジンだけでいくらするんだよ。ツイート見たけどこんなとこに置いてたら盗まれるやろ。まさにこの駐車場に置いてて盗まれました。11みたいな野ざらし感マシマシやと真っ先に狙われる。近所の人たちは喜んでそう。ワイも中古ポルシェ買ってこんな感じのとこに置こうと思うけどあかんの？ガレージタイプは高いよ。いや中古のしょぼいポルシェは取られんやろ。こうなってるやろな。見るも無残な姿。愛車がこんなことになっていたら相当ショックだろう。こんな真っ二つにする必要あるの？税の関係で二つにして向こうでくっつけた方が安く上がるらしいと聞いたことが。車として持ってけば関税えぐいからな。切ればゴミとして持っていけるんや。はい。もうナンバーしか残っとらんで。毎度思うがこんだけ盗難騒がれてるのに何も対策してなくて盗まれました。悲しいです。ワーホすぎる。ホイール買う金あったらセキュリティつけろや。どういうセキュリティあったら盗まれんのや。実際セキュリティガチガチでもやられるんちゃうの？盗むやつは捕まりたくないから無理な盗難はせんで。そもそもなんで車盗んでるかって言ったら罪の重さの割に高く売れるからや。だから強盗とか割に合わんやつは絶対に戦士アラーム鳴らすだけでもターゲットから外れる。キャリを20ロックするのも同じ理由やな。ドロカスはノーロック、人へロック、20ロックの順で盗むから自分のが盗まれづらくするには20ロック推奨。無知すぎるやろ。盗難の手口もめちゃくちゃ進歩してるぞ。アラームなんて何の役にも立たんわ。最近は24時間撮影のドラレコあるからな。タイリミーでスマホに送信されるし安全性も並行して上がってるぞ。高い車ならアラームついてても盗まれるかもな。安い車だったらほな別の狙うかってなりそうやけど。バラバラにされてコンテナに積まれてそう。懐かしいなスープラ。旧車や高級車はガレージないなら買うな。スープラ盗まれるのはかわいそう。さすがにグエンの山奥のヤード回った方が早そう。盗難されるってバカな表現やめろ。一応補足しておくと、正しくは、盗難に遭う。である。盗難は名称で、合意ではないからだ。10万はいいからエッチさせてほしい。顔見てないけど。高級車買うやつって盗んでくださいって言ってるようなもんじゃね。盗難事件では警察は役に立たないからね。ガチでかわいそう。スマートキーとかいうガバガバセキュリティは改善する気ないのか？こんなボロ車盗む価値あるんか？チカチカ光ってるわざとらしいセキュリティでも予防になる？野ざらしするやつのおかげでボロい車庫でもいいから入れとけば盗まれんのや。車庫に入れてあれば、盗まれる確率は低くなるが、車庫を壊してでも盗む人は盗む。年々、車の盗難の犯行時間が短くなっており、すぐにその場から立ち去られてしまうのだ。だが、車庫がなくても、カーゲートやチェーンポールなどを設置することで、抑止力にはなる。この家の人は、防犯に力を入れていることがわかるからだ。自分の車盗まれてるのを2階から撮影してる動画好き。リモートアラームできるやつ入れておけばよかったのに。自転車と違っていくらでも隠せるだろ。自転車は本当どうしようもねえわ。自転車は家の中にしまえばええやん。まったくな。あと、この手のって懸賞金100万とか200万にしないのなんでだろ。1カレーなんだからもっと人を動かせ。車載用隠し GPS とかないんか。エアタグ3つぐらい隠せば1つ見つかっても他があるわな。エアタグだとアラーム鳴らせないからアラーム鳴らせるのも組み合わせるといいかも。鳴らせるぞ。やべえ。鍵に買ってつけてるのに鳴らせるって知らなかった。ありがとう。盗まれる可能性がある認知者って所有してもどこかで盗まれるかもなーって常に思ってないといけないんだろ。駐車場止めてればそういうネットワークで常に狙われるって考えると気持ち悪いわ。盗んでる最中に目撃したとして止めに行ったらされたりせんの？外国人やったら何するかわからなさそう。こういう車盗まれたらどうやってお家帰るの？タクシーを呼ぶか、加入している保険によっては、
送迎や代車、宿泊などの手配をしてくれる場合もある。車検証や任意保険の番号などは、コピーして持参しておくと安心である。ランクルも乗ってるやつ減ってきたよな。みんな盗まれてしまったんやろか。今やアメリカか中国だな。最新のレクサスランクルの方が盗まれてますけど。あんま見ないけど人気の車なんか。どうか市場民やけど GTA みたいなやついることに驚きやわ。車の盗難なんて気づいた時には船の上やで。調べたら1000万近くするやつやん。すごいな。高すぎて草。高級車とか盗まれるリスクとか故障時の修理コストが高くてデメリットしかない気がする。一番人気のグレードの低走行は1000万オーバーやね。エンジンや MT にこだわりなければまだ400万で買える。 Twitter で流れてきたけど盗まれやすい車種でイベントに行ったり SNS に上げまくってるからマークされるわな。少なくとも無傷では絶対帰ってこないやつ。Y が窃盗犯なら Twitter や Instagram はチェックして狙っていくわ。盗んでから〇〇方面で見かけましたとか適当な嘘の情報を数台のアカウントでリプでも送れば藁にすがる思いで探し行くから発見も遅れるだろうし、 SNS ってリスクの方が多いと思うわ。車好きはほんまようわからんわ。こんなもんだわわまだしもインテリアなんて古臭くて乗ってるだけで落ち込むレベルやん。どんなジャンルでもそうやがマニアの感覚はようわからんよな。全然高そうに見えないんやが売れるんやな。今このスープラめっちゃ高いんやな。すげえわ。もう日本にはないんやないのか。近所の家にはイが子供の頃からあったドノーマルの80スープラの RZ。 その家の主人がだらなくなってルークスに変わってたわ。諦めて現行のスープラにしたらええわ。窃盗団おるからもうエアタグでもつけないとあかん。スープラなんか一番狙われる部類やし。ランクル、レクサス LX、プリウス、これが3大盗難被害者らしいな。その中でプリウスだけは部品目当てというね。ちなみに、車の盗難が多いのは、1位愛知県、2位大阪府、3位千葉である。車をバラバラにするための工場が多く、輸送しやすいエリアらしい。今回の、スープラが盗まれた神奈川県は、6位だ。国内では、盗難車は足がつきやすいため、バラバラにして、主に中東で売られてしまうという。ピンが抜けたら防犯ベルが鳴るみたいなアナログな方が良さそう。ライトはつく？うち防犯カメラつけたで、無線式だから導入簡単やった。工事費入れて10万ぐらい。誰でも触りに行ける駐車場にしか置けんやつが買うもんちゃうやろ。NA で400前後、上級ターボグレードなら1000万近く、君らじゃ買えんわな。嫉妬は見苦しいで、まあ何のセキュリティもなくあんなとこ置いてるのはアホとしか思えんが。車ってそんな簡単に持っていかれるんか、チャリなら担げるやろうが。もう相関視社会にしようぜ。結局、スープラは持ち主の元に戻ってくることはなかった。後日、自分のスープラの内装パーツがオークションに出されていることを知り、警察に話しても、自分のものと証明できる証拠がなく、泣き寝入りすることに。お次は、盗難車が無事見つかった人のツイートに関するスレ。一体どこで、どんな状態で見つかったのか、見ていこう。最高の仲間と共に、車が見つかったのは稲沢市のコインパーキングでした。今回はたくさん拡散された影響もあるかもしれないですが、コインパーキングに何日間か寝かせる説濃厚です。ちょっと昨日、今日と寝れてないので今日はたくさん寝させてもらいます。本当にありがとうございました。おやすみなさい。よかったやん。よかおめ。よかったな、こいつ速動画撮ったりナンバー拡大したり有能だったからな。ツイッターでコインパーキングに何日か放置するぞって言ってたやつおったけどマジやったんか。どういう理由でなんや。もし車に GPS がついてたら車の位置がバレて取りに来るからなんやって。 GPS がついてなかったらそのまま海外行きや。はえ、GPS っていうのうなんやな。窃盗団すげえな。はえ、GPS つけよ。 GPS 取り外せよ、それくらいできるやろ。コスパ悪すぎやろ。そうか、大金が高い金で買うんやで。ちな車の形したまま輸出すると税金取られまくるから愛車バラバラにされるんやで。寝てる間にまた盗まれたらもっとバズりそう。よかったやん、こういうのってすぐバラバラにするもんだと思ってた。そのタイプはコスパ悪いから今は高級車直送タイプばっかや。車って自走した方が運の楽なのにわざわざバラバラにするとかあたおか。いや最終的にバラバラにせなあかんのやからそらすぐやるかと思うやろ。直送する場合は盗難車とバレないようにナンバープレートを変えられているという。ナンバーだけで判断せず盗難車と同じ車種で色が同じ車を見つけた場合は通報しよう。盗まれた瞬間の動画がギャグにしか見えない。これやこれ。 GPS でヤードの場所がバレるとヤバいので普通は1日から7日くらいコインパーキングに放置されますね。謎の事情2。なるほど。はい、
車の販売金額考えるとコインパーキング代なんて端だがねか。やばいのでってのが元そっち側の人間っぽいのが草。やっぱ GPS つけるのって有効なんやな。競馬好きなのか車好きなのかガンダム好きなのかわからんアカウントやな。コナン君いたら真っ先に疑われてそう。どういうことや？コインパークに置くと GPS 機関くなるんか。こういうナチュラルなやつ大好き。初動よけってやつかな。一般人案件ならそんなに真面目に警察も探さないから。ソースはパパ上様の盗まれた CB250T。 もし GPS ついてる車を盗難グループの本拠地的なところに持ち込むと追跡されて終わりやから、一旦コインパーキングに何日か放置。それで持ち主が取りに来ないなら GPS ついてないので追跡されない。なるほど。はい、はい、ヤードって何や？何のヤード？作業所のことヤードって言うやろ。拠点のことや。なんでそもそも家の真横のコインパに止めてたんや？駐車場がないマンションやと近くのパーキング止める、都会やとよくあること。そこまでして車持つのか。そんな簡単にキーなしでエンジンかかるんか？映画みたいに回線バチバチさせるんか？知らんけど旧車やから簡単なんやないの？GPS トラッカーの話なんて20年前くらいからあったやろ。愛知でランクル窃盗団いた頃から有名な手法やぞ。やっぱ見つかるもんなんやね。時間との戦いやな。言うほど無能か。これは自分の車が取られる瞬間を撮影できたケース。声に慌てた犯人はドアが開いたまま発進してしまっていたが、そのまま逃走している。降りていったところで着く頃には逃げられてるだろうしな。まあダッシュで降りても間に合わんし、飛び降りるくらいしかなさそう。顔写真撮ったぞとかとかだったらええんかな。ワイはとっさに言えんけど、現役消防隊員だったら窓から降りてそうよな。ここまで大事になって嘘なわけないやろ。テレビでも取り上げられてたわ。あえて数日置いて捕まえられる可能性って考えないんか。警察も暇じゃないだろ。こんなしょぼい盗難より抱えてる事件が山ほどあるから。ツイッターにナンバー隠さないで車あげる神経はよくわからんわ。言うても実害はそれほどないやろ。ワイもフィットちゃんも取られないか心配や。すごい幸運だな。お前らもリレーアタックには気をつけて空き缶に入れとくんや。ランクル買った時に説明されるらしいな。空き缶リレーアタックも使われてないぞ。今は車にパソコンつないでぶんどるから。リレーアタックって何？スマートキーの電波を拡張して車の鍵開ける手口があるんや。空き缶に閉じ込めれば電波遮断するってわけ。スマートキーは本来数メートルしか電波届かんけど、家の中にあるキーの電波を特殊な機械で中継増幅して外の車のエンジンかける手法。よかったな、めでたい。本当だったら警察に連絡して窃盗団をまとめて逮捕せいや。せっかく GPS ついてるんやから。 GPS がついてるかを確認するためにパーキングに放置してる間に見つかっただけで、この車に GPS ついてたかはわからんぞ。外国人のプロ窃盗団は盗んだアクアで本命盗みに来る。ノーマルのレクサスとかならともかく、こんな目立つ車が全国ニュースで流れたら犯人も見切りつけるだろうな。映像証拠って大事やね。今回はそれが見つかった最大の理由かもね。撮影してないで追いかけろとか言ってたやつはアホ。ずっと撮り続けてツイッターでバズらせて朝のニュース全チャンネル独占が正解あった。というかスマートキーは全部廃止にしろよ。よくよく考えたら無線で開く必要ないやろ。もう指紋認証でええやろ。 iPhone でもやたら指紋認証にこだわるやつおるけど、敵に指盗まれたらどうするん？その状態ならもう本体出るからセーフ。切り落とした指で指紋認証って突破できんやろ。借金してバイト頑張ってローン組んだんやろな。ワイの親父の盗まれたバイクはパチンコ屋の駐車場で見つかったわ。ビニール傘とかチャリみたいにちょっと使われた感じかな。盗んだバイクで走り出したんやな。原付じゃなくて仕事の通勤で使ってる大型バイクや。月決め駐車場の車のタイヤはパンクしてた。パチ屋やドンキのリステはよう聞くな。が、血は払い世間証拠隠滅で川に投げたりするから幸運やったな。幼稚園頃に起きた事件やけど未だに覚えてるで。なんで数台の車パンクされてたのかはただのいたずらか報復か原因不明や。この人はたまたま運が良かったけど、仮に見つかっても無事とは限らない模様。3枚目とかマジでレープやん。3枚目彼女がドキュンにね、られてビーチ化したみたいで抜けるな。再会したヒロインが人間以外のものに改造されてしまっていたかのような喪失感。後輩がバイク買ってすぐ盗まれた時すげえショック受けてたけど、見つかった後ひどい姿になっててさらにショック受けてたわ。ほんまかわいそう。NR かな。盗まれたスマホにどんどん写真が追加される話好き。これはちょっとほのぼのする。iCloud に知らん写真入ってるって思ってみたら、カンボジアの日常やった。パクられた iPhone 現地で元気にしてんや。パクられた iPhone がフィリピンに売り飛ばされた挙句、
使ってる人の自撮りが俺の iCloud に今もどんどん追加されていってる。 iPhone カバーもそのまま使用中。ババと赤ん坊ほんとくさ。ちょっと文通してみたらそのネタで一冊本書けそう。人のスマホパクって日常使用する倫理観どうなってんねん。使ってる人は盗まれた iPhone だって知らないだろ。ニュースになっててくさ。スマホのデータをクラウド上に保存しているためこうしたケースは多いようだ。スマホを盗まれたのは悔しいが、家族の微笑ましい写真を見ると、ほっこりしてしまう。結局盗難対策にタグってツイッターとかで時々話あるけどあんまり効果ないやろ。車両保険つけても最短で3ヶ月くらい審査期間あるからな。レンタカー代も電子。ワイアクセラ乗り、不人気カーなので盗まれる心配がなく一安心の模様。盗難犯には、拷問するしかないよな。にちゃー、みたいやつめっちゃおったの草生えた。車が趣味って恐ろしいな。例えば Y が夜中に通りかかった時になんかムカついたから10円パンチ決めたら持ち主は号泣するんやで。申し訳ないけど盗まれる時の動画がコカドみたいな声で草生えたわ。草？何してんねん、車パクんな。コントみたいで草生えた。あとまた名古屋かよのツッコミ。これ被害届けどうなっとるん？ Y のとこはパズル式駐車場やから盗難の恐れは低いわ。青空駐車場とか地下の平置きとかはやっぱリスク高いやろな。鍵用の電磁遮蔽ボックス売ったら儲けれるかな。キーホルダータイプ作ればええんやない？ええやんと思って調べたらもう売っとったわ。Y ベゼル乗っとるけど人気らしいから怖いわ。死に窃盗団が来たらしくて Y 担当のディーラーの人の客だけで同時期にベゼル3人盗まれたって言ってたわ。まずナンバー曲げてるので罰金取れよ警察。さすがに取っとるやろ。Y のキャリのサドルパクってブロッコリー刺していったやつ許さんからな。元の窃盗団を捕まえてくれよ。最強はハンドル持ち歩くのやで。見つかったのはいいけど犯人はしっかり追い詰めてほしい。よかったな。後日、犯人の一人が自供し、ブラジル人の3名が捕まった。車の盗難は、泣き寝入りが多いため、非常にラッキーな件である。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。皆さんは、盗難被害に遭った経験はありますか？また、盗難に遭わないよう、対策していることがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。